ポル・エスパルガロビジャは、スペイン・カタルーニャ州、グラノリエース出身のオートバイレーサー。2006年より、ロードレース世界選手権 125cc クラスに参戦し、2011年から、元にクラス、2014年からは、モートジッピークラスに参戦する。ロードレース世界選手権、元にクラス2013年チャンピオン。兄のアレー氏もグランプリライダーとして活動している。 2010年ダッチ TET2006 年の第7戦カタルニア GP においてロードレース世界選手権 125cc クラスにワイルドカード枠でデビューを果たした。そのレースでエスパルガロは13位に入賞し史上最年少ポイント獲得記録を更新することとなった。シーズン終盤には負傷したアンドレア・ヤンノーネの代役として カンペテーラーレーシングから6戦に出場する機会を得て、最終戦バレンシア GP では6位に入る活躍を見せた。またこの年には、スペイン国内のロードレース選手権 125CC クラスでチャンピオンを獲得している。2007年には、カンペテーラーチームからフル参戦を開始し、第14戦ポルトガル GP で初表彰台に立つなどの活躍を見せ、シリーズランキング9位で、 ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。2008年は、デルビのワークスマシンを狩ることになった。第7戦、カタルニア GP では、自身初のポールポジションを獲得した。決勝レースでは、つなぎの中に蜂が入るトラブルに遭い、初優勝は逃したものの、この時点で、自己最高となる任意表彰台に立った。次の、第8戦、イギリス GP では、プラクティス中の転倒で、鎖骨を骨折し、 2戦を欠場することになった。第14戦インディアナポリス GP ではポールからスタートし、レースをリード、10周目にニコラステロルにトップを奪われるが17周目に奪還。しかしその直後に幸運により赤旗レース中断となり、1周前の順位が採用され、エスパルガロはまたも2位に終わった。結局この年のシリーズランキングは前年と同じ9位に終わった。 2009年はデルビで2年目のシーズンを迎えた。第12戦インディアナポリス GP でブラッドリー・スミスとのトップ争いを制し、前年の雪辱を果たしてグランプリ初優勝を遂げた。その後第14戦ポルトガル GP で2勝目を挙げ、年間シリーズランキングでは4位と大きく成績を伸ばした。2010年、エスパルガロはデルビに残留し、 125cc クラスフル参戦4年目のシーズンを戦った。第2戦スペイン GP、第3戦フランス GP、第13戦アラゴン GP と参照を上げ、シーズン2011年シーズン、ポルはルカ・ボスコスクールを率いるスピードアップチームから元2クラスにステップアップする。この年は、兄のアレー氏もモートジッピークラスから元2に移ったため、 同クラスへの兄弟参戦が実現した。2013年には元2クラスで初の年間タイトルを獲得。2014年よりモートジッピークラスにステップアップし、テック3所属となる。2015年と2016年はシーズン途中にヤマハファクトリーレーシングチームから鈴鹿8時間耐久ロードレースにも参戦し、2015年は中須賀克幸とブラントリー・スミス。 2016年は、中須賀とアレックスローズでトリオを組んで出場し2年連続で優勝している。ありがとうございます。